北銀座北、銀座大宮北銀座は、埼玉県埼玉市大宮区宮町4丁目にある、ソープランドを中心とした店舗型風俗店が集まる、いわゆる歓楽街である。通称北銀。昭和の高度成長期に、大宮南銀座が歓楽街として広く、関東で有名になったことで、それに対応する形で、大宮駅北側の、大宮銀座通りと、その奥にあった特殊浴場。 エリア、通称、北、新地を合わせて、北銀座の通称で呼ばれていた時期もあった。平成に入り、特殊浴場エリアと、一般商業店舗エリアの大宮銀座通りを、明確に区別するために、特殊浴場エリアのみを、北銀座と呼び分けるようになっていった。西川口が2010年代の摘発以降衰退した、ことから、県内でも唯一と言える。 大規模な風俗街として知られている。大宮駅東口から北に伸びる大宮銀座通りと埼玉県道2号埼玉かすか線の立教大英橋を挟んで北側の地区が北銀座と呼ばれる。銀座通りから続く平和通りとその東に並行して北銀通りがある。共に商店街を名乗っているがソープランドエリアの周辺以外にあまり店舗はなく。 住宅地となっている。太栄橋をくぐり、通りを北へ100メートルほど進んだ地点に、総プランドが固まっている区画がある。二つの通りと路地に囲まれた、一辺が100メートルほどの三角形の地区に、風俗店舗が密集して立ち並んでおり、周囲から浮き上がった風景となっている。駐車場は、平和通り沿いにあるが、道路が狭い上、 周辺住宅地と駅を往来する歩行者も多い。一部の店舗はブロック塀に仕切られた小道に入り込むようにして入店できる。大英橋の下には埼玉県警察への通報スイッチが設置されており、また立教の線路より真下に特殊浴場組合の入る事務所がある。一方、通りの入り口近くに専門学校大原学園があり、日中の入り口周辺は、 学生で賑わう。また、多くの観楽街がそうであるように、北銀座周辺も観楽街を囲むように、ウィークリーマンションが数多く立つ。江戸時代からの宿場町は、規模の差はあれ、売春街の面があり、埼玉県内の宿場町も、例外ではなかった。明治の西洋的近代化の中で、政府は娼婦を廃止する、廃省国策とし、埼玉県も、廃省宣言を行ったが、 現実社会には受け入れられず、全国で売春は継続した。埼玉県は1919 19年に各地の娼府を集めて管理する州省政策を実施し、大宮駅前の繁華街に隣接した、この地を交渉の不審地に指定して営業を認めた。1928年、埼玉県は再度廃商権を宣言する。各店舗は明らさまな遊郭を名乗れなくなり、 料理屋として実態は変わらない商売を続けた。女性のいる料理屋は特にダルマ屋と呼ばれた。1945年の敗戦後、GHQ は売春廃止を日本政府に求め、特例地区以外の売春を非合法とした。大宮の新地も赤線地区とされ、店舗はカフェを名乗って継続し、1950年代にも約50軒の店舗と、 180人の娼婦がいたという。1958年に売春防止法が施行され、新地は特殊浴場の営業指定区域とされ、現在に至る。2017年12月、大宮風俗ビル火災が発生。5名が死亡。ありがとうございます。